やってきました。麺屋花城、こちらはね、静岡県焼津市東名高速道路焼津インターチェンジのね、すぐ近くにあります。2003年にできたお店か。もう20年以上やられてるお店なんだね。かなり美味しいという評判だったんでね、初めてやってきました。こちらのラーメン屋さんにもね、あるね、ほら、ドヒエモンラーメンの自動販売機あります。国産黒豚仕様の冷凍餃子か。うわ、全部餃子だ。餃子が売ってんだね。さあ、店内行ってみますか。あ、メニュー出てるね。中華そばに塩そば、濃厚鶏そば、担々麺か。選べるお得な平日ランチセット1200円っていうのあるね。中華そばは塩そばね、プラス50円で鶏白湯か担々麺に変更できて、麺大盛りはプラス150円、味玉がプラス150円、特製がプラス400円か。唐揚げがあったり春巻きがあったり、黒豚餃子があって、半チャーハン、あ、半カレーなんてあるんだ。へえ、楽しみだな。いろいろ食べたいな。よしよし、さあ中行って食べてきます。はい、入ってすぐ右側に券売機ね。メニューは中華そばに塩そば、濃厚泡取りそばっていうのかな、担々麺に汁なし担々麺ね。お、大盛りに間もあるね。あとはご飯物がチャーハンに半カレーあるね。黒豚餃子に春巻きもあるね。初めてなんで、とりあえずこれいきますか。特製中華そば、まあ特製っていうのはね、もう全部のせって感じね。あとはね、これジューシーからね、450円、3個入りね。あ、ない、今日はない、ないぞ。餃子食べます。黒豚餃子400円。あとはこれだね、半カレー食べます。あ、和え玉も気になるな。間も食べます。よし、今日はそんな感じでやっていきます。店内はね、小上がりのテーブルの席が2つとね、カウンターの席があります。結構ね、朝からねお客さん入ってます。人気のお店。はい、来たよ来たよ。これほら、半カレーでございます。パンカレーでも結構しっかり量あるね。あとは餃子も来たよ。さあ、それではいただきます。カレーから、こんな感じかな。はい、ラーメンも来たよ。うわ、カレーちょっと辛いな。とりあえずカレーは冷まして最後に食べます。特製中華そばスープからね。かなりうまいと思う。チャーシュー分厚くてでっかい。うわ、うまっ。とろっとろでね、味も最高。麺いただきますか。これがラーメン一筋20年のね、中華そばってことね。うまい。あ、鶏肉も入ってる。うまい。ほら、麺も、細めの麺もね。さあ、でっかいチャーシューと麺一緒に。
すごい食べ応え、はい、味玉、うん、しっかりめの半熟卵ね、うまい。ああはい、チャーシュー止め、はい、特製中華そば完食、まあ、スープは取っときます。餃子食べます、うん、これはね、味付いてるね、タレがないやつ、うん、うまい。自慢の黒豚餃子か、うん、うん、餃子うまかったね。はい、続きましてカレー、まだ食べません。先にね、あえ玉くるんで、あえ玉食べます。カレーはね、最後。なぜかというとね、このカレー汗が吹き出る、だからね、最後。来たよ来たよ、これあえ玉来ました。お、削り粉みたいなの乗ってるね。魚粉か、あとはチャーシューの麺、もうね、麺に色がついててうまそう。麺だけそのまま食べてみます。うん、うまっ、これうまいな。油そばって感じか。よく混ぜてってことなんでね、全混ぜします。この間もマジでうまいと思う。やばい、マジでうまい。これはね、うますぎておかわり買って、ちょっと中華そばのスープをいっぱい、麺がね、滑らかになってね、食べやすさがね、増すんだよね。ツルツルっと入ってる感じ。めっちゃ食べやすくなった。あえ玉完食。やばい、腹いっぱいになっていた。もう多分あえ玉の代わり中止。さあ最後カレー食べます。半カレーライス一気食い。ああ辛い、完食。最後スープ一気飲み。はい、完食。いや、ラーメンうまかったな。もうあえ玉はね、最強、マジでうまかった。あえ玉だけ5杯ぐらい食べたんで、やっぱ人気のお店だね。お客さんはね、どんどん次から次へと入ってきます。まあ、提供時間も早いんで、回転率もね、結構いいと思います。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ということでね、本日静岡県焼津市にありますね、麺屋花城さんからでした。バイバイ。